ここあれじゃね、ゼロで倉庫があったとこだ、真島さんの。今日はここで営業中や。今日は？ああ、毎日場所を転々としてるんすね。あ、すげえ。ガチで、将棋する場所なんだな、ここ。怪しい。失礼しまーす。ここはアベックが来るとこやないわ。言い方が古い。今の時代はカップルです。杉浦平之助の作品やないか。よう手に入れたの。ほんで誰と刺したんや。村井だ。村井。村井という男よ。あなたが村井さん。いや、まずは一曲お手合わせ願いませんかだろうがや。これは昭和59年名人戦最終局の142手目の場面や。はあ。ここで挑戦者の矢蓋は5八馬と指して勝負に出た。だがこれが敗因で矢蓋は負けた。4三に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに、矢蓋はなぜか勝負に出た。皆は凡ミスや言うが、わしにはそうは思えんかった。聞きたいことがあるんです。若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん。府警の別所からあなたのことを聞いてきたんです。安心してください、私は別所の部下です。人言派のことをお聞きしたいんです。20数年前のカムロ町での事件、覚えていますよね。私もその時に生き残った一人かもしれないんです。あの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか。一人おった。うわ、詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのならその方がいい。まあなあ、教えてください。矢蓋は名人戦に負けた後、公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしまった。 BGM うるさ。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理やいうことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや。人の人生っちゅうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてこれたんや。余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはない。どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。お願いします、教えてください。話を聞くまで帰りません。お願いします。あれはクリスマスの夜やった。うん、クリスマス24日だよ。なんかそんなこと言ってたよな。お祭り気分のわしらの隙をつくように堂島組が襲ってきて、アジトにいた構成員は次々と葬られたけど、あなたを含めた3人が運よく生き残った。ああ、あなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。うん、うん、せやけど
本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。どうして？仲間を撃ったんや。生き残った他の二人を撃ったの？ちゃう。キム・デジンとジヨンミンやない。キム・デジンとジヨンミン。当時二人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。その後の行方は我々…あ、風間さん殺せなかったんだろう。それじゃ、あなたが撃った仲間っていうのは誰なの？ぽいよな。風間さん16歳ぐらいので、ちょうどキリュウさんそんぐらいでしょ。殺せないだろ。あと二人おったんや、生き残りが。それはボスの女房とその子供や。後継ぎか。うわぁ、半정이아니야내가죽어도조직은영원해죽어봐라너村井さんや。まあ、やり返す気のないの、あ、やり返す気のない人は殺さないんだろうな。河原さん。おい、しっかりしろ。これオープニングだよな。子供たの。あ、ボスなんだこの人。なんで上羅なの？急所が外れてわしは生き残ってしもた。なんで上羅なの？それからもらいという名前をもらって、こうして生き延びた。まあ、風間さん関連だと桐生さんの気持ちは良くないよな。そういえばの父親は、神言派のボス。その後、ボスの奥さんと子供はどこへ？河原さんがこっちへ逃がしたんや。じゃああなたは、自分が助かりたいために、その親子を本国の組織に売ったのね。まあ、危機迫る状況だったら、その後その二人がどうなったかは知らんがな。絶対しないとは言い切れないよな。子供だけが助かったのよ。ほんま、あんたがあん時の子供なんか。その子の父親を殺したのは誰なの？名前は知らんが、顔はよう覚えとる。髭を生やした男やった。髭？それは、風間のうわぁ。え？俺を育ててくれたあの風間慎太郎だ。本当に？ああ、俺もその場にいた。ん？わかんないよ。やばい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 。神言派の連中か。そうだ。ビルの爆破も誘拐もてめえらの仕業だな。そうだと思う。あんたには礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。
この男に手出しする前に合田会長の居場所を吐かせてやる。無駄や。そいつらは本国の先鋭部隊や。絶対に口を割るようなことはせん。さあ合田会長の居場所を教えてもらおうか。その前にあの世に送ってやる。足りないんじゃないの。足りない足りない足りない。人言派の音。じゃあ、はい、新入りの呪いのトンファーさん行きましょう。いいですね。なかなかやるんじゃないのトンファーちゃん。てんめえこれ、おれおれおれ、あ、しんどけ。あー、これは痛い。さあトンファーちゃんありがとう。はい、ダブルスタン。これ微妙やな。あ、トンファーの方が使ってて楽しいわこれ。うい、ほい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 、ほれ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 、はい、からのユカトン。さあこんなもんでいいかな。うん、そうだな、この将棋のバンとか使えるんじゃないですか。他ないかな、なんか面白いの。なさそう。これはカオルちゃんがそのままとどめ刺すパターンっすね。そんなことさせるか。強っ。ゴーダ会長の居場所言え。結構落としいかれてるからな。えっ、いえ、それが人言派の掟や。自決しちゃうの。わしも掟に従っておけばよかったんや。昔他人様に散々迷惑をかけた男が人並みに幸せな生活を送りたいなどと思ったんが間違いやったんや。運命に逆らったらあかんのや。あの時死んでしまえばよかったんや。あの世でおふくろさんに娘さんは立派になったと報告しとくわ。幸せになるんやで。挑戦の一手ですね。おお、ありがとうございます。マジマ編3章ね。え、もう受賞終わり。うっそー、マジかよ。早いな、10章。さあ、じゃあ11章ですか。あ、12章か。大阪の城。え、12章で終わりじゃない？龍が如くって大体。まだまだ、佳境に入ってない気がするんですけど。聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。
道島組の事務所に。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの個人ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。若かりし風間や。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ、帰れ。いつもは優しいおやさんだったが、その時は違った。俺は気になっておやさんの後を追った。おやさんは組の指示に逆らって人言派を逃がすつもりでいた。え、入っちゃうの？知らずに。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか？ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。罠だったんだな。待て、そいつは東城会の人間じゃない。まあ仕方ないのか。俺、風間さんが危ないと思ったから。で、これが最初に繋がるわけだ。繁盛業にゃ、寝がちこと長竹にゃもね。プロパラ。風間のおやっさんは、俺を助けようとして、その男を撃ったんだ。まあ仕方なくだよな。桐生さんの方が優先度が高いというか、なんというか。な部分は正直あるだろうし。俺がその男、お前の父親を殺したようなもんだった。俺を撃たないのか？どんな償いでもすると言ったろう。カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。半日何してんのよ、あんた。風邪ひくよ。ねえ、あの雨も降ってきて。ちょっと、カズマ、風邪ひくわよ。もう。
お家帰り。おばちゃん送ってあげるから、お家帰り。え？いきなりミュージック。ああ。罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。珍しく不用心だったよな。抜くな抜くな抜くな、バカ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 。いや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 、頭おかしいってこいつ。死のうとしとるじゃん、もう。雨だから誰もいないしな。ああ、出血がひどい。毒か。とりあえず青家へ向かおう。遠すぎるってこれ。倒れる前に青家へ向かえ。人とぶつかるが時間経過でキリュウの体力が減ってしまいます。体力がなくなる前にスナック青家までたどり着いてください。チンピラたちの視界に入ると因縁をつけられ襲いかかってきます。なんでや。こんな怪我人見ても襲いかかるようなチンピラはダメだよ。うわあ。痛そう。いや、しかもまっすぐなんか歩けてないし、キリュウさん。俺スティックずっとまっすぐ倒してるけど、ほらフラフラだもん。大丈夫かこれ。てかチンピラって誰？あ、そこにいるやつらか。あいつらだな。あれに見つかったら因縁つけられるんだ。じゃああれか、そのこいつらの背後を通るとかそういう感じか。いや違うな、これ遠回りだ。ああ、いやでも体力結構あるから無茶してもいい気がするけどな、これ。うん。いや、まあダメなんだろうな。ゆっくり行こう、ゆっくり。カラオケ歌えんのかな、これ。これこんな危機迫る状況でカラオケできんの、ケイリさん。マジで。ちょ、本当にダメだと分かっていながら。すいません。あ、できない。あ、携帯も使えない。いや、これはできるんかい。これはできるんかい。さ、あ、サンシャイン、さ、最後に美人の顔を拝みたかったよ。青いに行きましょう。まあできることも特段ないだろうな。これってさ、超物理だけど回復アイテム使えんの、これ。できるじゃん。できるじゃん、これ。じゃあもうチンピラに喧嘩売られながらも全力疾走した方が良かったかもしれん。そっちの方が早かったかもな。うわぁ、フォーシャイン入れねえ。くっそ、ユキちゃんに止血してもらおうと思ったのに。ダメか。美人の手も借りたかったんだけどな。カオラさん。うわ、戦国じゃん。合流会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々奴ら使って大騒ぎしとったやないか。ま、
ほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったぬ。せやけど、オミ連合の後目はもうわしのもんや。うり。え？いやー。キリュウの首取るで。お前らしい作戦だな、戦後。キリュウっちゅうやつ、半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で登場会と気流やるだけじゃ。なんか龍二は嫌いそうだよな、こういうやり方。よっしゃ、ほな一丁派手に近江の後目合戦と行こうやないか。お前 FF7 のドン・コルネオみたいな笑い方すんな。ほひー、おはようございます。体中が痛くて仕方ない。まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。あ、確かに何の関係もないよな。カオルのことでちょっとな。河原さん知ってんだこの場所。のことで、まあそんなことよりこれ。ん？これは。ねえ、知らんけど、あんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。え？刺してからのジャケットに。あの時。いや、すごプロじゃん、この人。まさか。うわぁ。止めても無駄や思うけど、その傷や。無理したら命取りになるで。仕方ないよな。彼女は来なかったか。カオルのことやったらカーラさんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。お気遣いどうも。え、で、どう、何の手がかりもないけど、戦国ってどこいんの？え？あ、もしもし。キリュウだな、非通知。ん？お前誰だ？なぜこの番号？そんなことはどうでもええ。ハルカを救いたければ指示に従え。ハルカはどこだ？無事なのか？ハルカはどこだって、お前、キリュウさんの龍が如くシリーズにおいて一番言う言葉じゃん。ハルカはどこだ？ハルカに会いたければ今から、横堀ゴルフセンターに来い。もちろん一人でだ。お前は何者だ。マジかよ。横堀ゴルフセンターか。それにしてもどこかで聞いた声のような。うーん、いやでもわからんな。ダメダメダメよ、ダメなのよ。